はい、皆さんこんにちは。<coughs> すいません。はい、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね。自作から動画を配信していきます。この動画でね。僕みたいな白血病が癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいりますように。頑張っていきます。そして皆さんこの動画配信のきっかけにですね。ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。お 日本全国世界中で YouTube を見ている皆様どうぞよろしくお願いします、えー、そしてねよりたくさんの方々に県術骨髄バンクを知ってもらうためにですね皆さんにもやっていただきたいものすごく簡単なことがありますそれはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことですそれをするだけであとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの8つのチャンネルを勝手に表示してくれますものすごく簡単な方法なので ぜひよろしくお願いしますはい、えー、今日はねこれを見てくれている患者さんとご家族お友達にお伝えしたいことがありますそれはですね患者さんに対しての励ましの言葉についてです、えー、前半はご家族お友達の方へのお話ですそして後半は患者さんへのお話になりますので最後までご覧ください えー、僕は入院中にアップロードした動画の中で「頑張れ」という言葉に対して嬉しいいと言いましたしたかしその言葉が一人歩きしてしまっているみたいでたくさんの患者さんの中には「頑張れ」って言われてもなどう頑張れ,ればいいか分からへんねんって。って考える患者さんもいると最近読んだ本と Twitter で知りました勘違いさせてしまった皆さんすいません その時も言ったんですけど僕は嬉しいんです。そして見てくれてる多くの人たちから寄せられた質問の中にですね「患者さんに対しての励ましの言葉はどんなふうにかけてあげればいいのか」と聞かれてましたので僕はこう答えていました。「頑張れ」という言葉だけでは患者さんによって受け取り方が違ってくるので例えば「甲子園の高校野球を応援するように」とか。 サッカーやバスケットやテニスやマラソンランナーを応援するように励ましの言葉をかけてあげてください。患者さんは病気という相手と戦っているので「この試合の勝利を願ってるよ」だから言わせてください「頑張って」と一言添えてください」と答えていました個人的には僕は野球が好きなので「かっとばせ」って言ってくださいって言ってました。 そして後半の患者さんへのお話です僕も患者なので皆さんのお気持ちは理解できますしかし先ほども言いましたけどもお見舞いの言葉をかけてくれる周りの人たちにもんて声をかけていいのかわからないのです適切な言葉が見つからずに悩んでくれているのです患者さん皆さんが病気でしんどい時や悩んでいる時の心理状態は僕は理解できてますだから言ってあげてください 頑張れって言われてもなぁ、どう頑張ったらええねんって。我慢する必要はありません。言いたいことは言いましょう。でも、最後にこの言葉を必ず言ってください。ありがとうって。心からのありがとうって言ってください。そしてどんどん頑張れって言ってもらって、そしてどんどん頑張れって言われてもなぁって言っても大丈夫です。 そして最後に心からありがとうって言いましょう応援してくれる人家族を友達と患者さんのこのぶつかり合いっていうのは僕はもう愛のぶつかり合いと思ってるんです本当にそのねお互いの関係性がなかったらこの衝突も生まれないんですぶつかり合いってこうやって一つにくっついてるわけじゃないですかこれが関係性だと思うんですこの関係が離れていかないようにするために人間というのは 言葉があるんです。言葉と言葉でぶつかり合えるのが唯一人間のできることやと思うんでお互いのことを思いながらっていうことやと思います、えー、今日はそんな感じでした、えー、最後まで見ていただきましてありがとうございましたこの動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします、えー、そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方に届きますように願っております本日もご視聴ありがとうございました はいはい。僕は元気でーす。